こちらの動画は残雪の立山雷鳥沢でテント泊登山した時の様子をお届けいたします。4月下旬の雪の様子、ゴールデンウィーク前にどうぞご確認ください。こっちにもいるんですよね。おはようございます。毎度おなじみ流浪のハイカー高倉でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。健康第一で楽しく暮らせておられますでしょうか。私は引き続き元気に楽しく生かしていただいております。今回私がさせられておりますのはこちら扇沢駅になります。テント泊登山の荷物を持って今から進んでいきたいと思います。果たしてハイカー高倉を待ち受ける絶景とはどんな景色なのでしょうか。そしてここにある言葉はですね、山を思えば人恋し、人を思えば山恋し、山の民であればこの感覚お分かりいただけると思うんですけれども、あるあるですよね。北アルプス開拓の先駆者百瀬慎太郎さんの言葉でございます、ね、こんな言葉に思いを馳せながら今から山旅していきたいと思います。こちらの動画思い出として残します。何かお役に立ちましたりお楽しみいただけたら幸いです。それでは扇沢駅向かっていきましょう。三連トンネル扇沢ステーション、標高1425メートルということでね、今から切符売り場で切符買って進んでいきたいと思います。楽しみです。ワクワクですね。はい、荷物が重たいです。いいトレーニングになってます。はい、こちらが4月の下旬の黒部ダムですね。平は標高1828メートルになっています。ここから見える景色もいいですね。そうだね、デブリって言います。ああいう新企画観光おじさんズ
ということで、まあ、実は新企画ではなくてキャンプタカニートよくやってたんですよ。観光おじさんズっていうのは、これはまあお金をかけたら来れる場所にとりあえず来てアウトドア楽しむっていうスタイルでやってます。観光おじさんズは基本的にドライ納豆が大好きです。これ昨日は大阪の山を案内してたんですけれども、見てください、今日はですね室戸にいます。でこれ塩にぎりとドライ納豆を同時に口にすることで完全栄養食になるわけですね。ベースもびっくり。OK、 完璧です。ぜひ皆さんも真似してみてください。今からライチョウ沢の野営場の方に行こうと思います。観光おじさんズの活動する時の特徴としてはですね、非常にこう外資の海外からの観光客の方が多くて、いろいろといろんな感情にすごい人いっぱいいます。いろんな人がいるのがやっぱり観光おじさんの活動の特徴です。それではライチョウ沢まで行ってみましょう。途中でみくりが池、厨房ですね、みくりが池、神の台所を見ていきましょう。レッツゴうん。またいました。ね。ライチョウいました。野生のライチョウです。国内には約3000羽いると言われておりまして、山エリアには300羽、約 10% ほどいるということで、今日はそのうち4羽見れています。そことこっちにもいるんですよね。思ったより4月下旬の残雪の こんにちは、毎度おなじみ流浪のハイカー高倉でございます。今回は4月下旬のライチョウ沢の様子をお伝えしたいと思います。今日はテント泊しに来ました。こんな感じの雪の量です。2023年令和5年ですね。ライチョウ沢といえばこういった広大な天場で知られておりますが、冬でも結構貼られているのがお分かりいただけると思います。比較的室堂からの歩行距離も短く、テント泊の練習ですとかそういった形ではおすすめのポイントになっています。そしてですね、ちょっとアウトカメラにしましょうか。こういった感じで雪の壁作られておりまして、かなり水平に綺麗に整地されて作られております。まあ、これをみんなでこう、自分は犬木と呼んでますけれども、使わせていただいているという感じですね。
まあ、空いてるところをこう使うのが一番早いのかなと思います。でたまにこういった椅子なんかもありましたよ。これ我々のテントです。公園で練習した成果が出ました、はい、うん、でここにはですね特設の椅子がありまして、こんな感じでこう座るとどんな景色が見えるかというと、こういう、いいですね、すごいね。うわ見て、上重走路が見えたよ。おー、小山、素晴らしい、おなんじ、だいぶ雪がめっちゃ綺麗、ないね、溶けてきて、上の方はほぼ、明日は午前2時ぐらいに出て、出まして、うん、これちょっと回れそうだね。そうね、日の出を山の上で見るっていうのが今回の山旅の一つのテーマになってますんで、それをやってまたゆっくりと下山していこうかなと。で、ライチョウ沢でテント泊することによってここに荷物をデポすることができる。なんで行動中の道具、背負う荷物の重量を減らすことができますんで、まあ、そういった感じのライト&ファスト、より軽量に、より迅速に動くということをやりたいと思っております。そして、まあ、ここはあの観光地的なところも側面もありまして、なんとなんと天然のビールが自生してます。ここに鹿の沢以来です。天然のビールが自生してますというのは、まあ冗談で、室堂でおすすめしていただきました。ライチョウ沢の野営場で飲むなら何がいいですかって言ったら、さっさとこの立山の地ビール星の空と星の空プレミアムおすすめいただきましたんで、これ早速飲んでいきたいなと思ってます。これなぜ今日こんなに早い時間から飲むのかというと、今日もうこれ以上やることがあまりない、そして眠りたい、ね、じゃあ行きたいと思います。よいしょ、いただきます。あ、美味しい、うまい、美味しい。室戸出たところに湧き水があるんですけど、そこの水仕込みってことで、うん、美味しいです。はい、今野営の受付をすることができました。で、トイレがもうすでに稼働しているっていうことで、今年は開通とともにですか。今年はもうそうですね、開通とともに使えるようにはなってたんで、受付自体は、受付自体は昨日からですけど、はい、で厳冬期まだ人がいなくて開通していないような時は携帯トイレを使うという、うん、ここ埋まってるから、ね、ここ埋まっちゃってるという、はい、ことですね。で、一応水がこう出ていて消毒されているっていうことなんですけれども、これをどう使うかっていうのは自己責任でということで勉強させていただきました。ありがとうございます、お世話になります。一応ここには携帯用トイレも売ってます。1回1袋300円、まあ、あんまり映せないんですけども、トイレとかすごい綺麗な感じで整っています。ありがとうございます、お世話になります。お箸を忘れたのでペグを熱湯で消毒してカップラーメン食べたいと思います。このペグをペグにお湯かける動画って多分これ YouTube 初かもしれない。よいしょ、このお湯も後でスタッフが、まあ、正確にはくの位置が美味しくいただきたいと思います。飲んでみてください。アルミなので熱伝導が高いので火傷に気をつけて。ペグ橋は美味しいペグ橋、ペグ橋マジ気をつけて。まあ高いね、うん、今日の晩御飯は日清カップヌードルトムヤムラーメンです。はい、日本酒なども言ってましたから、想定外のことが起きてから冒険が始まるって。僕らこのお箸を忘れたっていうところから冒険が始まったんですよ。これめちゃめちゃ熱いな、この熱伝導が高くて。ペグ橋は
いやでも美味しそう、美味しそう。これ一回じゃあグツったら食べる。うん、いただきます。今日はペグで食べるラーメンです。略してトムヤムペグラーメン。美味しい。とやかだね。あっつ。ペグあっつ。2人で装備チェックリストとか見ながらパッキングしてるのに箸忘れる、箸忘れる、容器も忘れる。気をつけないとね。あっつ。今回は雷鳥沢の雪のあるシーズンでのテント泊ということで日清のカップヌードルを持ってきて食べてみたんですけど、とっても美味しかったです。でもやっぱりペグ橋、大きな反省点ですね。家に帰ったら装備チェックリストにお箸っていうところを書き加えたいと思います。皆さんはカトラリのお忘れ物のないようにお気をつけください。それと歯ブラシも大切だと思います。オーラルピースとかね、自分はよく使ってますけども、持ってくるの忘れちゃったんで。あとご飯これぐらいになりました。でこれ食べてお湯を注いで飲んで飲んでってやっていったらペーパーで拭くこともなくなるんですね。それについては黒百合ヒュッテの動画をご覧ください。それじゃあ最後まで食べたいと思います。こちらの動画、我々のミス失敗が皆さんのお役に立ちましたら幸いです。カトラリ忘れないようにね。はい、食べ終わりました。今クッカーの中の汚れこうなっていて、多くの人がトイレットペーパーとかウェットティッシュとかでこう拭くと思うんですけれども、ここで高倉式、登山初心者さん必見、高倉式 SDGs、 テント泊登山にも SDGs の波が来てます。ここにお湯を足します。これぐらい、これぐらいです。でこのお湯をですね回して、なんでこれ今汚れ、トムヤム汚れ100の状態なんですけど、今のお湯でまずトムヤム汚れを50にしていきます。え、高倉さん、このそしたらじゃあトムヤム風味のお湯はどうするんですか。飲むんですね。はい、これで今トムヤム汚れ50になりました。100から50、半減ね。次いきますよ。トムヤム汚れ50のところにお湯をして回して、はい、トムヤム汚れ50がこうすることにより、そしてこのペグ汚れ、コップ汚れにもこうだ、お湯なんですよね。要はお湯がポイント。こうしてやっていくことによって、今トムヤム汚れ50から25になってます。だいぶ綺麗になったの分かります。洗剤いらないんじゃないかぐらいまで思っちゃってるんですけども、はい、ということで100から50 50から25、次やったら 12.5、 だん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 やっていくとゼノンのアキレスとカメみたいな感じで、だんだんこう汚れがゼロに近づいていくんですよね。で最後にどうしても拭ききれない汚れ 0.0001 みたいになったら、ペーパーを少し使って取り入れられるものは取り入れる。これが山の民の新常識です。はい、
こんなに綺麗になりました。これでまたお湯を沸かせそうです。めっちゃ濡れる可能性ある。はい、画面も登山。お、3時33分です。はい、スタートします。道は綺麗に整備されてて、わかりやすいです。3メートル。小山の頂上に着きました。いい感じです、ね。風がだんだん出てきて、結構寒いです。という感じで残雪の立山雷鳥沢野営場にテント泊しまして、小山をピストン登山という形で楽しむことができました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。こちらの YouTube チャンネル高倉屋は山と旅、アウトドアライフをテーマに様々な動画をお届けしております。今回のような山旅の様子はじめ、山旅登山の知識ですとか、ロングトレイルで役立つものの紹介、いろんな道具のレビューなんかもさせていただいております。ご興味持っていただけるアウトドア派のあなた、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録いただけますと幸いです。どうぞ今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。